And welcome to Christmas Room. 今日はね、すっごいい自分の感情をコントロールできるようになるための技術を一緒に学んでいきましょう。 な勉強もしていきますので一緒にね今日のトピックはどうやったら自分の怒りっていう感情をコントロールできるようになるかっていうことにフォーカスしたいんでねもうマジ高校生大学生、ね、社会人になったら自分の怒りっていうのをコントロールできないと マジやばいことが起きちゃう可能性が確率が高,いか高くなるよね例えば自分の怒りを仕事でコントロールできないとどうなっちゃう例えばあなたが上司だとしようよ部下がなんかミスしてえなんでこんなことできない、ね、なでのになれないって言ったらどういう結果が起こると思うだから自分のキャリアを痛めるよねいつも怒っているとチームワークはできないで 怒りにすごい良い、えー、とテクノロジーをこれから紹介するんだけどちょっとね、あのー、もうすぐ具体的にこの2つのステップこの2つの質問をすれば怒りが収まるっていうことなんだけどその前になぜあのね 脳の中で怒りっていうのが入ってくるとどうなってるのかっていうのをちょっと説明したいわけよ。戦うか逃げるか反応っていうのを聞いたことがあると思うんだよね。ねこれは人間の中の、えー、とサバイバルシステムにあってどういうことかっていうとこの扁桃体っていうところだよね。これちょっと絵見えないと思うんだけどこれなんだよね。扁桃体っていうのはこのアメグデラっていう部分で緑のちっちゃい、ね、アーモンドスタイツのところなんだけど、ね、これを、ね、このその。 人間の,、ね、そのあなたのサバイバルじゃなくて動物としての人間っていうのが正直言ってこの宇宙の中でなんかねなんかね太陽が出てきてこの、ねね、星のかけらから太陽が出てきて太陽が星になっていって地球っていうのが現れてでなんか水が降ってきてで土が現れてなんか生き物とか現れてでよく考えてみると僕,僕は あなたもそうなんだけどリアルにこの地球で一番一番最初に来た生命とずっとつながってるんだよね、まあ、一番一番の最初からは分からないけどその,そのぐらいのでもよく考えてみると何億年とか生き残ってるわけよこのこのバイオスーツ人間っていう体はね動物はでこのサバイバルメソッドっていうのがあるんだよねで人間のこの動物のサバイバルよくマモスとかにもあるんですけどもマモっていうのは動物的な、ね、考えで言うと ね、ハイエラキーシステム、自分の立場を上げていくと、ね、自分の立場を上げていくと、サバイバルする確率が楽になるっていうことなんですよね、これ分かるよね、自分の社長の方がなんかリストラになっても大丈夫だよね、ね王様の方がなんか自分の病気になったら、ね、なんかあのいいお医者さんとか来るよね、オオカミのウリフパックみたいな感じでトップにいる方がすっごいなんか楽なんですよ。で 本能的に誰かがあなたの立場をチャレンジするとあなたは戦うか逃げるかっていうのが自然に流れてくるんだよねこの,この反応がでこれがこのアメグラなんですよ扁桃体のこの、えー、と部分がそこがコントロールしてくれてるんだよねこの緑の部分が右のちょっと見えるかなこのうんねでポイントはねこの自分が何かをやるときに人の目線 をを受ける時なんかだからやりたいことをやる自分のビジョンで生きていくっていときになんか本当にやりたいことをわーってやっていくときに批判されるかもしれないぞっていう不安があるじゃん。これは自分の立場が今より低くなる可能性もあるぞって言って自分の,メの脳の中に情報が入ってきてメディアの扁桃体がすっごいリアクションしてるわけよね。だから危ないぞ、危ないぞ、危ないぞって言ってそれで不安を感じるわけよ。でリアルに こうあの、ストレスホルモンとか流れてくるわけよね、この、えっ、ー、と、ノルウェピネフリンっていうのは、アドレ、アドレノリンの一部、の種類だ。 思うんだけどあととコルチゾールとかも流れてくるわけよ、ね、だから今やばいぞこれから何か起こるかもしれない自分の立場がチャレンジされるかもしれないぞ戦わないといけないぞっていう感じでいつでも戦えるぞっていう呼吸が大きくなって目がよくも,もっと良くなってきて動きが速くなるわけよねだからよくあのなんか蛇がいるとうわーってなってあ蛇だと思ったって言って自分でも見てないんだけど体がリアクションを取ってくれるじゃんねこういうことなのよで怒りっていうのは ね、自分が正しいぞって思ってる時にあんたそれ間違ってるよって言われると怒りが来るよね,ね,ねいつ怒りが来るかっていうと自分の目的がうまくいかない時に他の人が邪魔したりとか何かのことで運転してる時に邪魔したりとか私は A から B に行こうとしてるわけよね仕事でも恋愛関係でも何でもいいよ、ね、お家の中でも運転してる時でもそこに誰かが割ってくるわけよそれダメだよとか言ってくるわけよ。 ね、どうするやんってね戦うか逃げるか耐えるかっていうオプションなのよ。ね、でこの戦うぞってなった時に、ね、これはよくよく考えないといけないんだけどこの感情的になってそれソロモンが流れてきて「なんや!」ってなって全然冷静だったら絶対取らない行動を取っていくわけよね。 ね、でこれを本当に自分の行動を変えていきたいんだったら、ね、神経・仮想系っていうことを勉強するべきなのね。これを勉強しないといけないわけよ。でこれはどういうことかっというと,、えー、と英語で言うと。 ニューロプラスセィシティって言うんだけどこれを日本語にするとどういうことかっていうと神経可塑性っていうわけよ神経性,神経性ごめんなさい簡単に説明すると脳が学習する説明あの仕組みなのね。 どうやったら自分のの脳は学んでいくのかあなたはどうやったら学んでいくのかっていうのをこれを勉強するといいと思うんだよねでこれのおすすめの先生はえっ、ー、とねこのアンドルヒューバーマンっていうスタンファードのえっ、ー、と彼あのプロフェッサーあのスタンファードで自分のラブも持ってるんだよこの人すごいよね大したもんだよこれはうんねヒューバーマン・ラブて彼があの あのポッドキャストとか YouTube とかいろいろ無料で説明して自分でも学べるんだけどリンクつけとくね,ね。で、ポイントはねこの、えー、と神経仮想性っていうのがねあのどういうことかっていうとちょっとこれのメインに戻しましょうあれはい、okay、どういうことかっていうと僕たちっていうのは子どもの時だったらいろんなことをいっぱい学べるわけよね。例えば本当になんか子供 マジ子供だったらなんか新しい言葉あの、language を学べるわけよだから、本当になんか子供はは、ね、英語と日本語とスペイン語での環境で育ったらその子は3つの言葉を、ね、あのアクセントなしで話せるわけよねネイティブみたいに話せれるようになるわけよでも、25歳とかになって25歳とか、まあ、子供大人になっていくとこのなんか新しい言葉を学ぶっていうのはすっごい難しいわけよ。 ね、だから子供の時は、ね、いろんなことを学ぶのが楽なんだけど大人になってくると学ぶのが大変,大変,大変なわけよでポイントは、ね、この怒りっていうのを怒りを感じているんだけど怒りを選ばないっていうことも学べるわけよ。 学べるわけよ。これは、ね、新しい学びなんだよねで脳っていう。脳を学ぶっていうのはもちろんネガティブもあるよ。ネガティブのことを学ぶこともできるし、ポジティブのことも学ぶことができるよ。でいろんなトラマのことがあって、自分がなんか学びたくないことを学んでしまったっていうことも全然あるんだけど、僕が今言っているのはアダプティブ。だから自分で自ら選んで自分の脳のトレーニングをしていくっていうことね。ね で何をやらないといけないかというと大切なのはこのトップダウン、ねこ,のあのね、このヒューバーマン先生が言っているこのトップ、ね、彼が、ね、ここで言っているんですけどもちょっと写真いいいの出てこないかな、うん、ねトップダウンで考えろということなんですよ、ね、トップダウンで考えないといけないということなんですよ。でどういうことかというと自分の脳の中でちょっとこのアメイダラの写真を見ていただきたいんです。けどこれ えとアメグデラね、変動体ね、下のところにあるやろ。下のところにあるよ。ねで、リンビックシステムっていうのが古いところなのね。下のところにある。これサバイバルの人間のね、その例えば自分の感情のコントロールとか、喉乾いたとか、お腹空すいたとかね、そういうその本能的なものは脳の下の部分にあるわけよ。で、フロントコーテックスっていうのがこの新しいの言葉を とか考えたり、ねね、そういう部分は前のところにあるわけよ。論理的に考えていくとか、ね、NASA の人たちがどうやってロケットを作っていくのかっていうのは「おめえこいつかかってこいや!」みたいな全く別の脳を使ってるわけよね,ね。だから怒りを感じて「こいつ!」っていう時はこのアミグドラとかを使ってるんだけどああどうやってこの数学の、ね、問題を、ね、あの答えていこうかっていうのは別の脳の部分を使ってるわけよ。でリアルに何が起ここっってているかっていうとこのトップ トッ,プドトップから下に行かないといけないのねトップから下に行くわけよ、ね、どういうことかっていうとこういうふうにこっちのカメラに戻るんだけどこのトップから下に行かないといけないわけよ論理をベースとしてその論理がこの怒ってる感情とかお腹空すいたあいつはどうでもいいんだみたいなこの皮肉になるような怒りとかでそういう感情より論理が上に来ないといけないから。 何をやらないといけないのかっていうと、リアルに脳の中で何が起こっているかっていうと、これはね、リンビックフリクションって呼ばれていることなんだよね。この古い部分と新しい部分がガリ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 戦ってるわけよ。どっちで自分の情報を管理するかっていうのが脳の中に起こっているんだよね。で、リアルにこのノルエピネフリンっていうのが流れるわけよ。何かを学ぼうとすると、自分の 行動を変えようとするとき、自分の発言、自分の考え方を変えようとするときに、ノルウェピネフリンというアドレナリンの種類が流れるわけよ。だからマジ、うーんってなるのはこれ、ケミカルなのよ。ホルモンなのよ。脳の中で実際に流れてるわけよ。本当に自分の古い脳と新しい脳が戦ってるよ、これ。リ、これ、リアルなんだよ。嘘じゃないんだよ。すごくないこれ。 ね、だから運転しててあらららーとか言って誰かがさ、ね、カットするじゃん、ね、で遅れてないとかいっぱい時間があったらもう大丈夫いいよって言うんだけどどんな優しい人でもなんかミーティングに遅れてる上司とでクライアントに会わないといけないとか言っていやーって言ってる時に誰かがカットすると「こいつ動け!」ってなってでもさいい人だったら「いやダメそうやって怒っちゃダメ」「いやいいんだよこいつのせいだ」「やだめー」みたいなこの2つのさ、ね、天使と悪の戦いみたいなのがあるじゃんこれリアルに脳の中で新しい部分と古い部分が戦ってるんですよ。 で,難しいのよでこの上からトップをトレーニングしないといけないんだよねじゃあどうやるのかっていうとでちなみにねこの、えー、とお酒を飲む時にこの前の部分の脳を使わなくなってくるのね人間はねだからお酒を飲んじゃってる人はやばいことをやっちゃうわけよ裸になってなんかった戦ってない警察と戦ったりとか絶対冷静に考えたりやらないこと ね、だから運転してるときにすっごいやばい運転をするとかうわースピード飛ばすとか、ね、その論理に考えようよって部分につながるようなそういう部分がアクセスできなくなっちゃうんだよねお酒を飲むとだから今度もっと古いもっとあのすぐ感情的になっちゃうとか、ね、もっと不安を感じるとかそういうふうになるわけなんですよ。でね 何をすればいいのかっていうとこれはちょっと会話を使っていくヒポカンパスを使っていくこれはねあの本当にね、ま、簡単に説明するよこの2つの質問をすればいいのね,ねまず気づかないといけないんだけどそれは大丈夫だよね怒ってるっていうのは気づけるよねケー、うん OK。じゃあ例えば僕が運転していてああやべえってなってる時に誰かがカットします僕はね高速道路で誰かが僕が挟んでくるわけよこいつーってなってる時まず最初の質問は これは今自分が望んでいる世界なのかって聞くのね,ね。これは自分が望む世界か。でこの世界を人生に変えてもいいし生き方に変えてもいい,い,いわけよねん。例えば自分の奥さんとか旦那さんとか自分の子供がいて、ね、自分の友達かもしれないよ。誰でもいいよ。いか上司、部下でもいいよ。こいつってなりそうな時にちょっと待って今怒ったらこれは自分が望む生き方なの。 今私がこれを選んだら私が望む世界なの僕がこう言ったら違うよねあなたが望む世界に喧嘩しよう戦争しようなんてないよねないよねみんなで平和でピースで愛を持って生きていきたいじゃんだかちゃうなって言えるわけよで次の質問がね自分の考え、ね、自分の発言自分の行動を1%でも変えることはできるかって自分に聞くのね 1%, 1でも変えることはできるその可能性はある1%だよ、ね、だからいや上司とか部下がこいつできねえようだなってこれは望んでる世界にいや僕は優しく生きていよなーって OKOKOK じゃあ1%でも自分の行動を発言を変えることできるうんできるねってなってくるわけよでこれをやると中にはは収まるときもあるのねでシュッて怒りが来るんだけどああって収まっていくわけよ ね運転してるートわニーってこいつぶつけてやりてやなーってなってる時にちょっと待ってこれで望んでる世界いやいや世界じゃないやこれは望んでる生き方じゃねえやこれは僕の望んでる世界じゃん1%のできることあるうわー99%はこいつにぶつかって殺したいけどこの1%でちょっとゆっくり運転、うん、でなんかシューってなってくわけよ面白いんだよねこれが でなぜこれができるかっていうと、本当にこれ僕ね、えー、とこの間、ジョーダン・ピーターソンの娘さんの、ね、ミカエラ・ピーターソンの、えー、とポッドキャストを見ていたんだよ。ですごいポッドキャストで、これが、えーとね、クリス・ボス、FBI のハースティス・ネゴシエーション。だから、FBI で人,人,人質、ね、テロとか人質するじゃん。このこ,こに話している、えーと、ちょっと出てくるから。ちょっと音楽。 この,この人なんだけどね、この人とのインタビューを見て、ジョーダン・ピーターソン博士っていう人の会話を見ていて学んだんだけど、感情的にならないのっていう質問があったわけよ、人質、ね、テロとかと話してるときに。いやいやいや、僕は感情的にならないんだよ。どういうことあのこのハックがあるんだよ。質問をするんだよ。Curious。ね、なんか興味を持つようになると、 その感情的にならないんだよって言ってジョーダン・ピーターソン博士が「それ面白いね」って言ってねでどういうことかっていうとあごめんこれつ,ついてなかったなえっ、ー、とこれがえっ、ー、とごめんねちょっと見えなかったかなこのえっ、ー、とこの人が。 この人がクリス・ボスっていう人づちとやる人で,で、これがジョーダン・ピーターソン博士ね、僕のメンターの一人でもあるんだけどで、娘さんがいるんだけど、ねで、どういうことかっていうと、なぜ質問をすると怒りが収まるかっていうことは、この会話っていうのがあるのね、会話。はい、ヒポキャンパスです。ヒポキャンパス,ンパス、ねで。どういうことかっていうと、これがヒポキャンパスなのよ。あ、俺の写真があるから見えないね。結構下にあるやろう。 結構古いところにあるわけよでヒポキャンパスは何をコントロールするかっていうと,、ねえー、ともちろんそのお腹空すいたとか自分の温度のコントロールとかそういう本能的にサバイバルっていうところもあるんだよねでそのあの喉乾いたとかお腹空すいたとかねでもう,もう2つでっかいのはメモリーなの。 メモリーもここに何か,かのメモリーの役何が大切なメモリーで何が大切じゃないメモリーとかとそういうのをなんか考えたりで学ぶどういうことかっていうとねこの怒りが入ってくるとねアメグドラがうわーってなるわけよ戦うか逃げるか本能ねでもその戦うか逃げるか本能の時にキュリアスな質問をしていくわけよね これは自分が望むことか望むじゃないことかっていうことをやるとこの情報がヒポキャンパスに入って今度ヒポキャンパスがこのニオコーテックス前のフロントのところに情報を動かしてくれるわけよ。ねだからすごいことだよねこれマジでねだから今 ね、誰かあのこの間あのレオンさんだったかなだ誰かがこ YouTube ライブでやってる時に自分の発言を変えるっていうとなんか自分の視点が変わってきてどういいんですけどどう思いますかってまさにそういうことなのね。ね自分の発言自分の考えを OK な例えば悪いことが起こる不安になることが起こるって言ってそこから何を学べるのかっていうふうに質問をしていくと。 不安っってていう怒りとかが減ってくるわけよ、ね、なぜかっていうとその脳でその怒りを感じているところを使わなくなって別の脳の部分を使っていくからっていうのが脳理なんだよね,ねなので怒りっていうのをが来る時に是非この2つの質問をしてみてください。ね、こ,のこれは今自分が望んでいる世界なのか 今自分が取ろうとしている行動、自分が思っていること、自分の怒り、こうやって相手に返してやるっていうのは、自分が望む世界なのか生き方なのかちゃうよなって分かる。じゃあ、それについて1% 1%でも自分の発言、行動、考え方を変えることができるのかなって。すると、驚くほど、チャッて収まってくると思います。All r i g h t ぜひ、ね、こういうなんかマインドコントロールじゃないけどマインドテクノロジーっていうかやっぱり、ね、今、本当にこの過去の10年とかでいろんな新しい脳科学のデータとかもて出てくるから本当に、ね、YouTube とかポッドキャストとか無料になってきて本当にこの世界のトップの人たちが普通だったら前だったらテレビとか新聞とか雑誌とか。 でしか言えなかったんだけど今は本当に普通だからすごい人たちが、ね、普通の人のポッドキャストとか普通自分でポッドキャストをやったりとか YouTube やったりとかしてこういう情報をゲットできるんだよね。でやっぱり英語になっちゃうんだけど、まあ、YouTube とかだったら、ね、自動通訳とかもついてるから今本当に僕たちはすごい時代に住んでるよね。だから自分のセンターにいること これからいろんなことが起こったり、ね、周りの外で起こったりとか政治的に起こったりとか,あの、ね、なんか起こるかもしれないわけよ、ね、コロナが起こったりとかでもできるだけ自分のセンターにいて、ね、嵐の目の中にいて、ね、本当にあの愛っていうことを大切にして、ね、あのできるだけ冷静に特にこういう時こそ、ね、冷静に愛を持って、ね、で正しいことを選んで愛,を愛がある正しいことを選んで生きていこうぜ。 ね、いらねえよな、最後のレクチャーなんかクリス、ぐるずうるせえよ。<laughs> もう科学のことだけ興味あるんだよ、おめみたいな感じだ。ごめんごめん。Okay, you guys, I love guys、so、もし役に立ったら、LIKE ボタンを押してくれたら幸いです。あと、月曜日の朝、6時半から、えー、とライブやってて、6時45分から瞑想をやっています。瞑想をやっていくと、自分の感情がスローモーションになってくるっていうことを実際に、えー、と学ぶことができるんだよね。だから瞑想はおすすめです。Alright, u guys, thank you so much. I'll talk to you soon.Jenny!